可愛いやん。あ、そうだね。めっちゃ混んでるよ。うわ。めっちゃ混んでるよ。まだ12時じゃないのに。めっちゃ混んでるよ。来ました。山カフェ。めっちゃ可愛い建物だね。怖い。自動ドアが怖い。おお。雰囲気めちゃくちゃいいじゃん。うん。上を見た？おお、ランタン。星空。ミシミシって言うけど大丈夫？ああ、いい感じ。じゃあ右手のテーブル席ご利用お願いします。はい、ありがとうございます。うわ、かわいい。すごい、かわいい。レナの後ろもすごいことになってるよ。そう。いろんなものが昭和の感じもありつつ、なんかお化け屋敷感もありつつ。クリーミーマスタードシュリンプカレー、エビカレー、レナの大好物じゃん。うん、美味しそうでしょ。ビーフシチューオムライスもある。お、味噌煮込みうどんもある。名古屋飯ね。あのビーフオムライスがなんかここの名物らしい。あ、じゃあそれにしよう。ここの裏の壁を見てます。おじさんがいる。あとはポスト。何これ、もうすごいよ本当に。まねきなこちゃん、本当に面白いよこれ全部。ハロー。なんかテーブルに遊びがあるね。じゃあこれはタカが2分で分けれるかどうかをチェックしますか。楽勝や。もうめっちゃ集中モードに入ったね。スタート。あ、オーケー。私はちなみにこれを先にくっつけられたよ、2分以内に。だからタカは2分以内に外れるはずだよ、天才っていつも言ってるから。マジシャンだったら今いけたのにな。え、どうなってんのこれ。外れないんじゃないこれ。10、9、8、やばいやばいやばい。7、6、5、4、3、2、1。タイマーアップだよ。タカが外れんかったな。負けたね。え、外して。あ、外れた。何秒かかった？10秒とか。誰が頭いい？すごいな。レナが頭いい。まあでもレナくっつけたからね。だから何？レナはさっき自分でくっつけたから外れたんじゃない？違うと思うよ。で、俺もくっつければいいってことね。はい。これどうやってくっつけるの？それが問題だね。え、くっつけれんわ。無理だ。俺向いてないわ。やめ。よし、やめやめ。味噌煮込みうどんです。なんかいろいろついてるね。味噌煮込みうどんだけじゃない。あっつ。うまい、味噌。はい、うん、愛知出身の反応は？久々に味噌煮込みうどん食べたけど、うまい。オムライス。めちゃめちゃ美味しそう。石窯で。あ、見て。おお、美味しそう。熱い。うん。超美味しい。鷹の味噌煮込みうどん。あ、美味しい。うん。
味噌のソーススープめちゃめちゃ美味しい、ね、おいストーカーさん来てください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お腹いっぱいになったし、うわめちゃめちゃお腹いっぱいになった。次は愛知牧場だね。はい。この次は愛知牧場に向かいます。美味しい牛乳のソフトとかをデザートで食べたいと思います。ちなみにレナさんの運転で向かっております。なんでか皆さんに教えて。赤が運転免許証を忘れたからです。バカで、ここは左右早くまっすぐ、okay. 透明え、これ合ってるかな。まっすぐまっすぐ55列号まっすぐフォーエバー。赤、本当に案内するのが下手だよ。おい、何を見てるの。俺の指示が信用できないってことですか。あっちに愛知牧場まっすぐって書いてあるよ。おい、高社長の指示が信用できないということですか。全く信用できないよ。あ、青青、レッツゴー。レッツゴー、どこに。右に、右、右右って、すぐ左ね。あそこ、左着きました、愛知牧場。着きましたね、あ、こっち。え、お、右、右おい急ブレーキやめてください。はい、やってまいりました愛知牧場。めちゃめちゃ可愛い自動販売機あるよ。牧場感たっぷり。なんか牧場って言ってもあれだね、屋台が出て出店が出て、あ、ポニー乗りがある。ある、ポニー乗れるよ。おお、ポニーちゃん、ポニーちゃん、こんにちは。ポニーちゃん、私臭いかもしれないよ。ポニーちゃん全然懐いてくれんよ。やだ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 。ポニーちゃん、あ、食べ物がないと反応してくれないんだね。そういうことだね。なかなか頭のいいポニーちゃんだね。そういうことだね、ポニーちゃん。本当だ本当だ、食べ物がないと全く反応してくれないね。あ、見て、牛みたいな声がついてる。体がめっちゃ並んでるよ、ポニー乗り。ああ、ポニーに乗って、中を一周すると900円だって。うん、意外と高いね。レナ見て、愛知牧場、牧場のジェラート。そうそうそう、スイーツここら辺だね。ソフトクリーム食べてる子いる。はい、じゃあチケットを買ってこっち。すごい、めちゃめちゃ多いよ。ボリュームすごい。450円。450円か。ジェラートうまそう。うん、ゴルフがあるよ。パターゴルフ。パターゴルフできるね。芝生めちゃくちゃ綺麗だよね。ひまわり畑もあります。本当に可愛いよ、ここのひまわり。まだ結構咲いてて可愛い。うわ、うさぎ、うわ超可愛くない、このうさぎちゃん。耳がたるんってなってる。そう、これが可愛い。あっちに動物広場があって、入場料300円でヤギちゃんとかうさぎちゃんとかアヒルとかいろいろいましたね。はい、ということで愛知牧場楽しみました。馬とパタゴルフとソフトクリーム、花畑、いろんな動物。家族で来ると絶対に楽しいよ。子供連れ多かったね。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。